最新のサリオスの衝撃的すぎる姿が話題に、に対するみんなの反応。最新のサリオス。嘘だろ、こんなん乗っかられらた品抜ぶれるじゃん。おサリオス。サリオスは本質的に軽い。サリオスは本質的に精霊馬のナスの方。ムチ？ムチ？重力に負けた腹。よくこの体重を細い足で維持しているな。近畿のキッシュ箱。引退後にデブってるアスリートみたい。まあ種付けは過酷だし。サリオスに過酷なほどお牝馬が集まってるのかは知らないけど。今年176頭だってさ。サリオスは176頭だからなかなか多いな。初年度で170頭くらいつけてるからサリオスは本質的に人気。こりゃ過酷だわ。カタログでグラスワンダー、開いてサリオス。ますます長方形に育ってない？近畿。なんで丸太に足ついてるの？機体のハーツ後継だし、母系が名品系なのでかなり人気だったはず。ドラム感すぎる。サラブレッドは長く生きて30年なのに種馬は10年くらい寿命縮むらしいな。人間でもそうだが過度の興奮は心臓に悪くてね。出しすぎると早死にするのか。生物が持つ機能の中で一番エネルギー使うのって射精と毒の生成だったはず。ハーツ後継と品系の人気か。スワーブリチャードとかあの好調さなのに90頭なんだな。サリオスもスワーブも父ハーツだけど、サリオスは母が超優秀だから初期の期待度が大きい。長方形というか円筒形というか、馬の体型ではない。遺伝されて欲しい近畿の体型。人間に換算すると20歳から70歳までずっと2日に1回ペースのセックスライフが続くようなものか。2日に1回ならいいけど実際は発情期に集中してるからシーズンは1日3回とか。そりゃ寿命も縮みますわ。ナスに割り箸の足刺したみたいな体型。サリオスはこう見えてもぼーっとしてておっとりした気性なんだぞ、見た目通りだわ。マイル CS で惨敗した時にムーアが、スパート合図かけたけど返事が返ってこなかった、って言っててダメだった。そんな既読虫みたいな。現役時代からパンパンだったのに。FF、と比べても明らかに太い。やはり牛。やっぱり本質的に牛じゃん。明らかに他の馬と比べて足のつき方がおかしい、それこそナスに箸刺した感じ。エフフォーリアが小さく見えるのは異常。サリオスズブイ、ムーア激怒、怠けている。風車無知が必要だったのか。私はケウちゃんとサリオス、の間の子供が見たいです。やっぱ足の付け根に違和感があるんだよ。競争馬って上の人間がなんかやってるけどめんどいな、みたいな生き方が許される存在だったっけ。10年後 JRA はサリオス、な体型に支配された。デブオス。ムーアは本質的にサリオス。展示会で見られてるのにお腹空いて落ち葉食べるサリオス。スタッフさんに怒られるサリオス。横に張り出しすぎだろ。ボックスティッシュみたいなサリオスいつ見ても元気出る。サリオス、とダスカの種付けが見たかった、絶対迫力がすごい。現役時代はもっと横にでかかったからな。上に乗ってる人の足の開きが全然違う。四角い。はち切れそうだな。箱カフェ血が抜くことができる唯一のボバ。これでおっとりしてて人懐っこいからたまらない。育つと箱になると根っこ。ちょっと前はもうちょっとシュッとなってたのに箱に戻ったのか。箱というか樹齢100年位の杉の丸太になったな。ボックスティッシュ3区が走り出すのって来年、再来年。結局このボックス部分が筋肉なのか脂肪なのかはたまた骨なのか。車台ツアー見学してきたけどサリオスの箱ティッシュ体型もちょっと言及されてたな。ボックスティッシュとは失礼な、と思って調べて納得させる天才馬サリオス。こんちゃんの番組見てたらものすごい勢いの丸太が並んできてびっくりした。見れば見るほど四角くない？初年度から結構種付け数多いのは、早めに仕上がる子が生まれるのを期待してとかなんかな。血筋の良さと種付け450万で考えて、黒が出ると考えて集まったんでしょ。
血統的にはハーツとドイツ神経だからむしろ重い。本質がわからない時がサリオス、でたまに本質が見えるとサリオス、くらいになったはず。あのわけわからんレース選択のせいで面白がられてたのかと思ってたけど2歳馬の時からネタにされてたのか。ああ、優しそうでいいね。サリオスは本質的にアイドルホース。グラビアアイドルだな。サリオスの形したソファー欲しい。ボックスティッシュ増産してるのか。サリオスは花セレブになりたがっている。花セレブ。北さんブラックの隣に置いて体を絞ってもらおう。北ちゃん、合わせ馬の合図を出したけど返事が返ってこなかった。子供もボックスティッシュになるのかなぁ。みたいなぁ、ボックスティッシュみたいな子供がそこら中荒らし回るの。サラ系、ボックスティッシュ。っていうか今でも中長距離の馬だと思ってる俺。それを決めるには3区を見てからでも遅くはないだろう。この体高の低さにこの筋肉で中長距離は無理でしょ。体の厚みと短足具合がハフリンガーとかのそれなのに脚だけサラブレッドだから見てると不安になる。多分マイラーだとは思うんだけど体型が独特すぎてな。太い。距離適正以外の要因で惨敗することが多すぎてどの距離が本質なのか最後までわからん。スプリントではなさそうだが、距離適正長いって書いてあるんだけど、距離適正がないに見えた。ダービー2着。サリオスおじさんもサリオスさんと共に復活したんだろうか。サリオスはチビデブな上にピッチ走法っていう燃費の悪さの塊だから。この体型で中長距離走って G1 で結果出したのグラスワンダーしかいないと思う。むしろグラスは何なんだよ。仙台サリオス。同期のライバルがしなやかな猫みたいな体してるから余計に箱感が際立つ。牛オス。つまりサリオス、にも5大血統表で右上に行けるくらいのポテンシャルがある可能性が。この体型の馬たちが競馬界を席巻したらどうしよう。人間の体で言うと漫画の屈強なおじさんくらい骨格と肉付きの横幅がえぐいタイプだと思う。胴が長いとストライドが大きく距離適性が長くなる傾向がある。足が短いとピッチが速く距離適性が短くなる傾向がある。両方を兼ね備えたサリオス。朝日杯レコード勝ちするクリゲのティッシュ箱そっくりだな。ナス。サリオス。似ている、そっくりだ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。